さんこんばんは。レトロゲーム大好き春森こと春木森です。さあ本日はこちらマリオパーティーでね遊んでいこうと思います。めちゃくちゃ懐かしいって思ってくださる方もいれば、ちょっとね私がやるゲームにしては少し新しめなのでね、結構最近じゃないって思う方もいるかもしれないんですけど、1998年にね発売されている、64でね遊べるゲームになっています。はい、このねマリオパーティーなんですけれども、ボードゲームとミニマップどっちでも遊べるのでね、ちょっと今日はねミニゲームの方で遊んでいこうと思います。この、ミニゲームマップだと、いろんなミニゲームで遊べるというようなところになってます。おやおや、海の向こうにイカダが見えますね。あれは？で、私のキャラを選ぶと。ヨッシーがいいかな。はい、ヨッシーです。ヨシがイカダに乗ってこちらに向かってきます。明らかにシルエットちょっとマリオっぽいけどね。ヨシの他にももう一人イカダに乗っていますね。そっちの方はちょっとヨシすごいベロがめっちゃ出てんな。じゃあマリオにするか。ヨシの後ろにいるのはマリオのようです。かわいい。ふっふー、ミニゲームアイランドへようこそ。じゃあ説明を一応してみましょう。ここでは、ゴールにたどり着くのが目的です。そのためには、9つあるワールドの中に配置されたミニゲームをクリアしていく必要があります。ミニゲームは、ミニゲームマスに移動することで始まります。でクリアすると進めると。 OK。で、その代わりミスすると残り人数が減ってしまいます。残り人数が0の時ミスするとゲームオーバー。残り人数は画面の左上に表示。今3人ってことね。 OK。 でコイン100も集めても増えると。 OK です。スタート。では遊んでいきましょう。まずね、ワールド1はちょっとクリアしたいところだよね。転換とコイン。叩くとコインが出てくるブロックがあります。10枚以上コインを取るとクリア。OK。大丈夫でしょう。私は、ルシー。わーやー、配置悪いな。あ、これもう勝ったんじゃない？めっちゃ出てくるもん、すでに。これ圧勝かもしれない。めっとりあえずいっぱいコイン取ればいいんだもんね。もうこれ10枚以上取る。私が一番取ってるよ、これ。みんな左下に集合してるけど。これは私30枚ぐらい取ったんじゃない？見てよ。みんなが頑張る姿を。クリア！簡単よ。すっごいベロ出しちゃって。あんなベロ出して喜ぶかね。さあ、次、ワールド2。サクサクいってるね。ミニゲーム楽しいよね、64のこのマリパの。ん？ハンマーコイン。あ、これは壊すと出てくるのね。OK。A で殴る。殴るってか壊すね。OK。まあ大体さっきと同じような感じだよね。あ、かわいい。ドアップかわいい。いい場所。ちょっと私のコインが、ちょっと、ワリオせこい。あ、でも今なんか塊みたいに取ったから。それは私のコインだって。よし。ちょっと、ルイージ潰したい。あ、ルイージ潰したい。ちょっとみんな潰れて。それ私の、よかった。とりあえずクリアしたけど、なんかいっぱい取られたんだけど、私の恋。多分、10枚しか取ってない。まあ、クリアしたからね。いいでしょう。次、ミニゲームマス。ハッピーフラワー。あんま覚えてないな。昔、やったんだけどね。フラワーの上からコインがジャラジャラ降っていきます。20枚以上のコインを取ると、クリア。OK。とりあえずいっぱいコインを取ればいいのね。ああ！ヨッシーどこ？あ、いたいたいた。ヨッシー頑張るよ。なんかヨッシーだけちょっと悲しいわ。
そっか、みんな下に、あ、下に落ちるとみんなに取られちゃうから。でも私は20枚取ればいいんだっけ。よし、落ちちゃわない、そのままだ。大丈夫、今何枚、でも結構取ってるよね、結構取ってるよね。よしよしよし、怖い。よし、行ったでしょ、これは。ほぼ取ったもん、私が。やったー。どんどん下出しちゃうんだから、26枚。そんな余裕でもなかったけどね。いいんじゃない?順調じゃない?ちょっと。マリオボード。ボート。マリオボート。イヤッホー。うわ、これむずいんだよな、これ、確か。あんまりちょっとおかしくない力の差。ドンキーとさ、ワリオが右でヨッシー左って絶対右に傾くじゃんね。ちょっとこれ難しいかもしれない。あんまり、てかマリオどこ行ったんだろう。ちょっとごめんなさい、コインどこよ。コイン、コインないから。いて、あいつ私のこと叩く。やだ。やだやだ。あっち行こうよ。ずるいってこの力の差はちょっと。あ、そういうことか。オッケーオッケーオッケー。理解した理解した。あっち行こうって。この力の差はずるいって。ねえ、この力の差はずるいって絶対に。絶対にこの力の差はずるいのよ。3人いるじゃん。ピーチも挟まってたじゃん。いや、むずいて。ちょっとずるいじゃん。いきなり、いきなり何?もうこれはあれだ。もう右手で、右手で。やばい!やばいって、やばいって。やばいって。こういうオール系超苦手なのよ、私。ここで。いいよ、いいよ、いいよ。いや!こっち来ないで!無理!私これ苦手!早く、ちょっと。いいよ、よし。これ結局ゼロじゃない、行ったり来たりして3コインが。これ難しいんですけど、こんな絶対無理だよ。ちょっとあっち行きたい、今よ。へーよへーよ、ちょっとへーよ今、へー無理、ちょっと、早く早く、早くついて、早くついて、早くついて。そう。ちょっと、こっちの左の A 方の方が攻撃力高い。ずるいって。え、むずいんだけど、急に。え、どうすればいいの?全然、あっ!マジで、あっ!今、A 方よし、いいよ。A 方いい、A 方いい。今、A 方、A 方いける !A 方いける、 A 方いけるって。ヘホ、ヘホ、ヘホ来ない。ヘホがやる気ない。あちらのヘホやる気ないです。よし。過去最高じゃないこれ。6枚。え、10枚取んなきゃいけないんだっけ?ミス。ミス。どんどんよし、死んでいく。10枚取んなきゃいけないんだっけ?この回し方がいいかな?ちょっと違う回し方してみるね。逆にコントローラーを回す作戦。手を固定して、手をね、固定して、コントローラーを回すっていう作戦よ、今度は。これいいんじゃない、これいいんじゃない、これでしたわ。その手を回すんじゃなくて、スティックを回すんじゃなくて、コントローラーを回すっていう、これでしたわ。あ、もうこれ圧勝よ。ついに発見したわ、私の必勝法。来た。これだったわ。むず。やった。めちゃめちゃ死んだけど、ギリギリだな。21、急にうまくなってる。やったー。危なかったー。
西武かな、ここは、西武ですね。セーブして続ける。ちょっともうちょっとやっていこう。思ったより死んじゃったんだよな。絵合わせパネル難しかった。ヤッホー。パネルにヒップドロップ、AZ Z 移動、ジャンプ、これか。 OKOK で、時間内にパネルを全部揃えるとクリアね。 OK、多分なんとかなる。パネルを揃えるってなんだ。よいしょ。ああ、そういうことね。分かった分かった。神経衰弱的なことか。あ、あったよ。これじゃない？よし。で、クッパー地獄。クッパーマスは時間がちょっと止まっちゃうと。急いで。あ、ここじゃなかった、ミスった。こっちだ。ここね。急いで。よし、遅い、遅い、遅い。よし。これ楽しいね。フラワーは上へ、間に合わなかったー。下手ー。あっちゃー。でも楽しい、これ。これ楽しい。またやる。結構ギリ、マジでボートでめっちゃ使っちゃったからさ、痛手だな。スタート。まず、フラワー。ミスったな。緑が緑キノコ。ほら。あ、オッケーオッケーオッケー。じゃあ、一個当てられるね、もう。これと、これと、え？赤キノはまだ出てないね。あ、揃った、ラッキー。え？あーちゃー、クッパつらい。あ、でももういけんじゃない？左、ここか？よし、間に合うか？出さなければ。フラワー、赤木のクッパ。ちょっと私クッパひっくりってやばくない？緑コーラ、これでもう一通りは出したかも。フラワーはここだよね。で、そこのミスじゃ、ミス尻餅やめてほしい。コーラはここで、この遠いとこからやるか。え、どれだっけ。さっき、いや、また1秒間に合わない。ふぅ、くっそ、悔しい。ちょっとクッパを引かないってのが大事だな。クッパがね、寄ってきちゃうんよ。あとミスジャンプをしないっていう。赤、緑、緑、赤、あれ赤ここじゃない？よし。で、緑も、あ、順調。うわ、そろそろ来ると思いましたよ。あなたが。フラワー？あ
あ、オッケー。じゃあこっちがフラワーで、いや時間、時間、キャー、ねえ。はい、ということでね、悔しかったですね。あのボートでちょっと取られすぎたよね、死にすぎましたね。とても悔しいですが、とりあえずね、最初のセーブポイントまで行けたんでね、ちょっとまた頑張りたいと思います。ということで本日は以上、ご視聴ありがとうございました。